第6回日高総合カップクオリティスタートを管理します角川秀樹調教師にお話を伺います。おめでとうございます。どうもありがとうございます。今率直なお気持ちをお願いいたします。嬉しい以外何もないですよね、うん、はい、連覇となりましたけれども、はい、今季は、まあ、はい、あの2戦して3着2着という結果でした、はい、状態面とはどうだったでしょうか。そうですね、あの牝馬の重賞このレストのスクイーンを視野に入れて の, あの仕上げだったんで、まあ、今日はまだあのピークとはいかないんですけど、まあ、あのいい状態であの達成だと思います。レースはどのように見てましたか。まあ、あの思った以上に流れが速くなってレースはあのしやすくなったんじゃないかなと思います。最後はすごい叩き合いでしたけども、どういうふうに見てました。そうですね、あの久々に、うん、ゴール盤まで、まあ、見応えがあったというか、まあ、そんな感じでしたね。本当にでも今日はジョッキーが本当にうまく乗ってくれたと思います。先生もちょっと興奮気味でしたか。そうですね、あの今年受賞はあの初勝利なんで、あの嬉しさもあのあれです。さてクオリティスタート、今先ほども話ありましたけど、やはりあのノースクイーンカップへ向かうという感じなんでしょうか。はい、そうですね、あの本当の目標はあの去年もそうだったんですけど、外回り の, あのノースクイーンカップと思ってたんですが、去年はちょっとあの仕上がりが早くて、あのこのレースで去年はあのピーク過ぎちゃったかなっていうような感じしたんで、春からその辺考えながらあの調整はしてました。では最後にファンの皆さんに一言お願いいたします。はい、今日どうもありがとうございました。あの次回ノースクイーンカップに向けて、あの今日以上にあのいい仕上げであの出走できるように頑張りますので、あの応援のほどよろしくお願いします。今日どうもありがとうございました。おめでとうございます。どうもありがとうございます。